こんばんは、 BR チャンネルファッションカレッジ講師の西部翔さんです。こんばんは、アシスタント MC の寺田由紀です。ということで星葉さん、はい、今日のテーマは何でしょう。今日のテーマは猫…あ、間違えたどういう間違いだ。もう一回やり直していいですかね。じゃあね、今日ねレザーです何間違いだったんですか。え、いやいや、なんか急に猫って言いたくなっちゃって。あ、レザー、レザーです、ね、うんうん、はい、星葉さんも今日ね、この間買ったのよ。ちなみにどこのやつですか。これはエンネティっていうブランドなんですけど、うん、これですね、ちょうど僕が着てるやつが。へえ。こういう風にめちゃくちゃしなやかじゃないですか、ね、これね、はい、手触りがすごい、やばいんですよ。手触りすごいよ本当にね。もう眼鏡外しちゃいましたけどもう気合がね、びっくりするぐらい柔らかいんですよこれ。あのね、わあ、これ触ってほしいな、この柔らかさ、うん、でこれで着た瞬間にすっごい馴染むし、で形はね男っぽいシングルっていうタイプだね、うんうん、はいはいはい、シングル、まあ、ここで1本チップで、うん、でここで前はこのあの、うん、まあ、チンストラップって言って箱の部分、これこう止まるようになってるんですね、うんうんうん、で一応ダブルジップなんですよ、はいはいはい、だから上からも下からも、上からも下からも。で袖口はこういう風にスナップボタンになってる、うんうん、僕はねこれ外しっぱなしできるのがちょっとかっこいいなと思って、うん、ここは少しこうなんかアクティブに見せた方がかっこいいから、これでこういう風にしてもいいし、アクティブに見せるんだって。でね、スウェードとか、はい、まあいろいろ、これは表側って言って普通の顔ね、うん、でも今年はやっぱり表側のこういうライダースがかっこいいなという感じなんですね。 裏側っていうのは裏はスウェードですね。あ、スウェード、うん、だけど男っぽいこういう方が今年はかっこいいんじゃないかなという、うん、でライダーズこれ買ったんですけど、なんと茶もあるし、まあ、もちろんね普通に黒、こういうね、はい、黒も買おうかなと思って、この番組の中でちょっと今悩んでるって言った。なるほど、まだ今黒買おうかな、ね、番組進めてるんだけど完全気持ちはこっちに。いやいや、ちょっとちゃんと考えてください。いやいやいや、番組のこと。はい、そうですよね番組のことで言うならば、うん、去年そういえばライダーズダブルが実は流行ったのね。覚えてる、一回やりましたよね。そう、この番組でもやって、うん、でラディーチェっていう、はいはいはい、あのブランドだったんだけど、あれもバカ売れして、はいはいはい、ですごい人気だったんだけど、今年はちょっとこういうもう少しおとなしいというか、まあ、男っぽいこういうライダーズ、シングルの形がちょっと変わったんですね、うん、の方かな、なんていうふうに。でちなみにエンメティはですね、こういうちょっと、あ、ちょっと可愛い系だ。そうですね、リブが入ってるタイプで、うん、なるほど、これもかっこいいですね、非常に、うん、これもちょっと迷ってるところです。あ、黒はこっちにしようかかなという、茶色こっち持ってるから。なるほどなるほど。だけど星葉スタイルで言うとやっぱりあんまり変わんない方がいいから、黒もこっちの方がいいかなとか、まだ考えて、すみませんねすみません、一人だけ興奮してる状態なんですけど、今日完全に頭の中がもう買うことでいっぱいですね。買うことでいっぱいですね今ね。でちなみにあの、はい、このエンメティというブランドは、ね、フィレンツェのビンチ村っていうところなんですね。でそのビンチ村で生まれたのがこのレザーのジャケットなんですね。これなんかすごい素敵な色してますね。ネイビー、これネイビーです、はあ、これもかっこいいんですよ。ネイビーもいいかなと思って、全身ネイビーとかね、うん、この中に例えばネイビーの T シャツとか着て、あ、ネイビーのパンツとか履いてとかって、全身ネイビーなんだけどこういうのってもかっこいいかな。ということで今日は、はい、せっかくこれだけライダーズが揃ってます、でしかも僕はこんな格好してます、うん、寺田由紀的、なんか推しメンスタイル。ああ、なるほどなるほど、こんな、なんか子供の人かっこいいんじゃないかなって、はい、をレザーでやっちゃってください。なるほど。でちなみにあるアイテムはここにシビリアの白いジーンズですね、ホワイトジーンズ、はい、うん、もうおなじみですねこの番組の、ヤコブ公園のブルー、うん、ブルージーンズ、そしてシビリアのちょっと色が褪せてるブラックジーンズね、これもかっこいいですね。で中に用意したのはここにポケティですね、全部ベージュ、それからネイビー、それから白とグレーで、こっちには一応デニム以外にパンツをですね、 BT01 BT01 の黒のコットンパンツ、ベルウィッチのウールのグレーパンツですね、このかっこいい。これはこのベルウィッチのプリーツパンツですね、これもね、ストライプですね、柄がネイビー、グレー、ボルド。うわー、かっこいいこれ、こんなのもあります。ちなみにどのあれでいくかですよね。いや、そうなんですよ、まずね、それを思ったんですけど、うん、私このネイビーが気になっていて、うんうん、はい、なんかネイビーを着こなすってすごい難しい気がしてて、うん、確かに、うん、
でもこれを着こなしたらかっこいいんじゃないかっていう思いがあって、うん、一瞬チャレンジしてみて、うん、無理そうだったらすぐにやめますで私はこれじゃないかなと思ったんですよ。これネイビーが入ってるんで、確かにネイビーネイビーネイビーでいけんじゃないかってちょっと思ってるんですよ、うんうんうん、これ T シャツなのにこの生地感っていうのかな、うん、だから多分これを着るんだったら T シャツじゃないんだよ、うん、おそらく。すごいレベル上がってきてるね。上がってきてます。あの言ってる言葉のそのチョイスとかがすごい、はい、やった。その素材感合わせて合わないなとかって言ってることって洋服屋さん並みだよ。本当ですか、うん、洋服屋さんなれますかね。そろそろなれるんじゃない私多分この流れすごいいいと思うんですよ、うん、でも、うん、上が思いつかないんで、うん、とりあえず1回この2つセットにして保留にします。 OK、わかりました。で、シンプルなこういう茶色とかのライダースの方がかっこいいなって思います。なるほど。こうでこうでこうじゃないですか。おー、シンプルにきましたね。はい、はい、どうすんのさっきのと。どうしよう。こっちのネイビーのちょっとブルゾンのレザーのパターンとこのストライプパンツ、うん、ちなみにこれの中に合わせるとしたら何だと思います。逆にちょっとびっくりした今聞いちゃうって聞いちゃってるよねもう完全に。あ、じゃ あちょっと最後まで自分で、うん、面白いね。あでもこの中が分かればきっとこっちの方がいいと思うんだよな。中が分かんないからこっち。お、分かりました。じゃあファイナルアンサーで。これファイナルアンサーで。じゃあ寺田滝、はい、推しメンスタイルは決定しました。はい、ブラウンの、うん、レザーのライダーズに白のポケティですね。そのシンプルなやつですね、うん、で、に超シンプルなブルージーンズ、はいはい、いいと思います。点数、はい、そうね、90ぐらいかな。お、うん、悪くないし、もう間違いないね。間違いない、まあ、100でもいいぐらい。おほほ、うん、ちなみに、はい、私がちょっとこれでもやろうとしてたこのパターンどう思いますか。はい、これはねもちろん悪くないんです、うん、だけど中に今日はニットがないじゃない。そうなんです。ニットがあったらこれでもいいと思う、うん、ネイビーのなんかニットとかね。やっぱそうだ、 T シャツはダメだったんだ。 T シャツだとねちょっとこれだと生地が重いよね。そうですよね、生地が重すぎるから。だからさっきすごいプロっぽいこと言ってるっていうのはその、うん、そこだよね。じゃあちなみに星葉的、はい、今年の、はい、ライダーススタイルはどんな感じですか。まあ、買ったっていうのもあるので、はい、一応おすすめは、まあ、黒でもいいし茶色でもいいんですけど茶はおすすめですよ。でコーディネートとしてはこれ下黒なんですけど、ほうほうほう、黒ネイビーティーブラウンの、ほう、なんかこの3色とか混ぜてたらかっこいいかなとか、まあ、もちろん白の普通の T シャツ、うん、ポケティに黒パンにこのなんだろうなブラウンっていうのもかっこいいかなと、うん、まあ、いずれにしても黒のなんかコットンパンツはもう今黒戻ってきてるんです、すごく。あ、そうなんですね、ブームとして、うん、だからこれを1本持ってるといいんじゃないかなと思います、ね、はい、でちなみにラストもう1個コーディネートするなら、はい、まあ、もちこの黒のタイプのブルゾンちょっと持ってもらっていいですか、はい、これに、まあ、黒のライダーどっちでもいいんですけど、これに例えば白のポケット T シャツどっちです、はい、にジーンズだとハードすぎちゃうから、うん、ちょっとこういう黒のコットンパンツっていうのはかっこいい、うんうんうん、なるほど。これも黒黒合わせちゃうんです、ね、黒黒合わせて、まあ、いずれにしてもね今年は表側のライダーズ一着持ってるともうめちゃくちゃこう使えると思うので、まあ、僕も買っちゃったばっかりなんで。なるほど。あの皆さんぜひ購入し、はい、検討してみてはいかがでしょうか。はい、はい、そんな商品はですね BR オンラインでご購入できますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。はい、ということで、あれ、はい、宣伝は、あのですね、はい、本日初日を迎えております私。おお、そうなんです。9月21日から25日まで、はい、中野座ポケットで舞台、中野座ポケット、中野座ポケットという劇場で、はいはいはい、舞台恋とか愛とかカッコ仮という作品に出演してます、うん、ぜひ皆さん行ってください。ぜひ来てください。ザ・ニュー・ヴィンテージ時代です。何それ。ペイズリーもあるし、こういう、はい、まあ、ハウンドトゥースみたいなのもあるし、はい、ペイズリー流行ってるんですか。ペイズリー非常に多いです今年、はい、アズーロエマローネしてますよこれ。正解、やった。これがめちゃくちゃいいじゃないですかこれ、はい、これ買おうかな、ちょっと買っていいですか。